あ、風がない。俺にとってはかなり面白い光景なんだけど、これすごくない、このこの絵。お、この正面にあるところに下っていくわ。走行風じゃない風が非常に疲れる。ね、ちょうどこの谷を駆け上がってんだね。風の谷だね、ここ。疲れた。あれだよ、虫殺すと仲間が呼ばれるよ。あ、そうだ、多分右になってるでしょ、はい、気になる場所があるからさ、はい、左行っていいかい。右行くところを左に行きます。バイク、イエー。あそこがさ、この海の向こうに見えるところが、うん、サシ陸系統ってあるじゃん。わかんない、地形の話、うん、で、ちょっと珍しい場所なんだわ。うん、で、前回見つけたけど行かなかったからさ、ちょっと気になるから行ってみる。あ、あったかくなってる。そういや、はい、どこだ、もうちょい先だな。200m 先右。あそこ U ターンしか帰ってこれない。そうそう、これを右行きます。これを右、右っていうか道なりかな。うわ、富士山。あ、風がない。うわものすごいよ、ここ景色。ねこの今走ってる場所がちょっと特殊な地形の場所なんだわ。うん、行き止まりかな。あ、まだ行けるっぽい。ちょっと行っていい？経由地付近。じゃあその辺適当に止めます。そこでいいか。さっと見る。よっしゃ。ほっ。うわっ。どこれ。いい感じじゃない。雲大体なくなったね。うん。出会いの岬っていうのがあそこ、こうなってるじゃん、はいはいはい、それのここ、あそこからは前こっち側を見てて気になった。キャリパー外れたとこ見に行きますか。聖地巡礼、マサトム聖地巡礼。自分でうわ、はい、怒りだって。あ、その向こうにあるやつがだね。あ、江戸時代だって。江戸時代てかよく戦争の時これ回収されなかったね。結構重い。これが V でそれが怒りなんじゃない、多分ね、うん、江戸時代すごいね、よくこんなもん作ったわ。
ね。いや、風がないのが非常に楽。じゃあ行きまーす。さあ、じゃあ次はいよいよキャリパーが外れたところへ。上の人たちすごいよ。風に吹かれて落ちそう。おいえ。船だらけ。左。こっから右行くってか。え？オッケー。バイク。いや。今が1時40分。うん。こっから椎茸バーガー食べに行けば、まあ3時前ぐらいか。ちょうどいい。イエーイ。いやー、ドキドキするなー。バイク、イエー。この左側が出会いの岬。違った、歯医者だった。虫歯に出会う。あ、そこだわ。ここが出会いの岬です。出会い岬か。バイク、バイクと出会いました。あそこで休憩して、でよし、じゃあ帰るかっつって、この道をずっと行ったと。でそこまではね、全然異常は感じられなかったんだわ。何にも気づかなかった。でこの辺を走ってる時に、こう舌がさ割とガタガタじゃん。でその時になんかね、カタ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 言い始めたんだ。でカタカタっていうか、あのフェンダーのところに石を巻き上げたやつがカン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 って当たってるような感じだなって。もうここではキャリパーのネジ外れてます。どうも。で1本だけでここを走ってます。キャリパーのネジが2本あるうちの1本がない状態でここを走ってる。しかもだいたい今ぐらいのペース。バイク、こんにちは。これ今キャリパーのボルト1本だけで走ってますよ、ここ。であと俺が気づいたところまで 1.1 キロ。よく走ったね。走ったね。ブレーキかけなかった。これエンジンブレーキがすごいからさ、でこれぐらいのペースで走ってるから全部リアブレーキで処理してたんだよね。うん。で俺その当時はすごいリアブレーキを酷使する人だったからさ、だから全然それもあって気づきづらかったのかな。あ、2本目が外れたの、もっとこの辺だったかな。で携帯の電波がないんだ、ここ。ほぼそっちある。あ、そう。あ、俺1本。やっぱドコモが電波弱いんだわ。今ギリギリ1本あるわ。2本になった。あ、ここだな。ちょっと止まろう。あはははは、ここだ。止まります。でここでこうやって止まろうとした時に、うん、ちょうどさグネグネ区間がさ今終わったじゃん、うん、いい感じに。で降りようと思ってブレーキかけたらスコって止まっていいかい。
懐かしい同じ絵だ。でこうやって見たと。あ、よかった、ついてる。うわー懐かしい。この35キロポストの前だよ。うわーキャリパーついてる絵だ。新しい絵、それが新しい。キャリパーついてるの新しい。はあ。俺にとってはかなり面白い光景なんだけど、これ。いやーここで苦労したよ。歩いて戻って。そう、まず今ね。あ、電波がある。ドコモの人はあの動画を見てくれたのかな。電波がねほぼなかったんだわ。今3本ある。であでもやっぱ不安定だね。でもうこれロードサービスだわと思って電話しようと思ったんだけど繋がらないから、じゃあしょうがねボルト探しに行くかっつって、こうやって電波こうやって探しながらさ、ボルトか電波が見つかればいいなと思って、ボルトが見つかった。うわすごい。じゃあ行くか、聖地巡礼終わり。お待たせしました。じゃあ行きます。すげえ。キャリパーのボルトがちゃんと締めてある状態でこっから行けるんだ。でそこに WRX がいて助けてもらって。楽しい。でまたこっからね、助けてもらったスタンドまでがすげえ長いんだわ。モンキーでしか締めてないやつでさ。向こうの人もさすがに笑ってたわ。バイク、イエー。なんかこの光景も懐かしいわ。前の車が白いインプレッサだったわ。微妙に形似てるね、テールランプとか。いやー懐かしい。バイク来ました。バイク、イエー。もう俺にはインプレッサにしか見えなくなってきたんだけど。でさ、こう今走ってきたから分かるかもしれないけど、キャリパー外れたところからさ、手前の街って割と近かったでしょ。だから戻れば早く復帰できたんだよ。スタンドねえなーとか言ってこっち側行くより、こうここをさなるべくフロントブレーキ使わないように行ったわけさ。その時にすごくこのバイクのエンジンブレーキの強さに感謝したね。あら、どうしました？こんにちは。どうしました？なんか外れました？キャリパー外れましたか？キャリパー外れちゃいました？うわぁ、青い。青い空。いいでしょう、混んでる以外は。あと風。いうわ、このコントラストカメラで絶対撮れねえ。多分向こうが白飛びしてると思う。うわでもすげえ。あーやっぱり今日も閉まってる。ここのスタンドが閉まってるんだよね。うん、工具借りようと思ったら。結構走ったのね。でしょ。うわー見てこれ。おー、なんかの養殖やってますね。あ、本当だ。何らかのスタンド。どこだっけな。まだまだ先だよな多分。
このシマノの看板を自転車だと思ってちょっと期待してしまったな。覚えてる覚えてる。お、バイク。どうしました？なんか外れました？このスタンドだ。ここで助けていただきました。懐かしい。もう1年4ヶ月前ぐらいかな。いやー、バイク来ましたよ。スクーターかな。やっとけ。イエーイ。やっとけとか言って。すごくない？このこの絵あんまり見ないでしょう。見えへんね。ねえ、海はまだしも。いや、でも岐阜県民はね、うん、海ないからね。さらに富士山があるなんて景色的にかなり違和感。はい、バイク。いや、バイク来ましたよ。やばい、ビビをやろう。ラブライブですから、この辺全部直進ですな。イエーイ。おお、ラブライブの看板があったわ。ここら辺ラブライブサンシャインだったかな。うん、多分この人たちもそんな感じだな。この人たちもきっとそうだろうな。見た目が、見た目がオタクっぽい。仲間っぽい。今見た？見た。タクシーがいた車だったよ。やばいね。日本始まってる。だってそのおかげでこの辺はさ、金がバーンって入ってきてるわけだからさ。おい、やっとけやっとけ。オタクは金持ってますから。こんにちは、静岡県警。すごいピカピカだった。イエーイ。こっちこんななってたんだな。うん、さっきのものすごい混んでた交差点あったじゃん、あそこを右に行ったんだよね。うん、だからここを走るのは初めて。